リルピープ、リルピープこと、グスタフ・イライジャー・アール、リルピープ、本名、グスターベ・イライジャー・エイー1996年11月1日から2017年11月15日は、アメリカ合衆国のラッパー、歌手、ソングライター、音楽プロデューサー、スタイルのヒップホップの担い手として知られていた。2017年11月15日に、 フェンタニルのオーバードースにより、自己死した。グスタフ・イラジャー・アールは1996年11月1日、ペンシルベニア州で生まれ、ニューヨーク州ロングアイランドで育った。彼の両親は共に、ハーバード大学の卒業生で、彼がティーンエイジャーの時離婚した。アールの母、リザ・ウーマックは小学校の教師で、彼の父は大学教授である。彼は、スウェーデン系、ドイツ系。 アイルランド系の家系である。R はニューヨーク州ナス総郡にあるに通っていた。彼は良い成績で成績上医者リストに名前があったにもかかわらずほとんど学校に通わず高校を中退後にオンライン学習によって卒業格を得た。それから間もなくして彼は YouTube やサウンドクラウドに曲を投稿し始めた。R は17歳の時に ロサンゼルスに移り、ディル・ピープの名で本格的にキャリアを始めた。2015年、R は最初のミックステープ、リー・ピープパート1をリリース、最初の1週間で4000回再生された。その後、彼は最初の EP、フィールズと別のミックステープ、ライフ・ファー・イヴァをリリースした。2016年、R は2つのフルレンジミックステープ、 クライベイビーとヘルボーイをリリースした。2017年5月、ロックバンドのミネラルから、R のハリウッドドリミンがミネラルの曲である、ラベレタータイプライターの無許可、無クレジットのサンプリングであり、著作権侵害出ると非難された。これに対して R は単にサンプルによって、小賛ムラブを試みているだけだと語った。2017年6月2日、 自身のインスタグラムアカウントでデビューアルバムを発表。2017年8月11日にリリース予定だったが、少し遅れて2017年8月15日にリリースされた。R はアルバムツアー、Come Over When You レソバーツアーを発表。2017年8月2日に始まり、2017年11月17日に終わる予定だったが、 彼の死により二日早く終了した。R は多作だったため、彼の生前に完成、完了していた、いくつかの曲、プロジェクトが死後になってリリースされた。まず彼の死後24時間以内にビデオフォトグラファーの、ウィギーが、シクスタインラインズのオフィシャルビデオをリリース。2018年1月12日、がコラボレーションした、を公式リリース。2018年1月15日、 ジューシー・ J が、リル・ピープ・ウィズ・カリファをフィーチャーした、ゴッド・エイム・ライクを公式リリース。2018年1月27日、テリーはコラボレーションした、ドリームス・ナイトメアーズを公式リリース。リル・ピープは、およびロー・ファイ・ラップであると説明されている。ニューヨーク・タイムズの音楽評論家であるジョン・ガラマニカは、R を、ロー・ファイ・ラップにおけるカート・コバーンガと定義した。また彼の曲を、 悲観的で魔性のメロディであると説明した。オールミュージックは彼の音楽をヒップホップトロックのブレンドであり、トラップ、パンクそしてドリームポップから影響を受けていると説明している。アールのリリックのテーマには、うつ病、薬物使用、人間関係そして機種燃料に関したことが含まれている。彼はオンラインマガジンピッチフォークのスティーブン・ジェイ・ホーラウィッツから、 エモの未来と評された。彼は、ファーストアルバムのリリース前に、カート・コバーン、デビット・ボーイ、フランク・オーシャンのインスピレーションについて言及した。また、ラップ界のカート・コバーンとして知られることを求めた。彼は他に、音楽的影響を受けたアーティストにグッチメイン、レッド、ホット・チリ・ペッパーズ、クリスタル・キャッスルズ、ロース・ディリアムズ、マイ、ケミカル・ロマンス、パニック・アット・ザ・ディスコを挙げた。 彼がサンプリングしたアーティストは、ピアス・ザ・ベール、レディオ・ヘッド、アンダー・オーズ、スリー・デイズ・グレース、アベンジド・セブン・フォールド、スレヤー、ザ・ポスタル・サービス、オアシス。2016年、R はスキット・ローからのアパートに移り、大半の録音、制作をそこで行った。R はトロンボーンとチューバを演奏し、若い頃から音楽やファッションなどの表現に関心を示した。 彼は常にコカイン、エクスタシー、ザナックスなどについてリリックや SNS などで言及している。彼は自分自身をプロダクティブジャンキーと表現し、オーディエンスに薬物使用を避けるようアドバイスしている。2017年8月、バイセクシャルであるとカミングアウトした。2017年11月15日、彼のマネージャーが アリゾナ州通村の会場で夜に行われるパフォーマンスに備えてチェックをしている時にツアーバスの中で死んでいるアールが発見された。殺人の疑いはなかった。彼の死はオーバードースによるものだろうとされた。12月8日、ピマ軍の検視官は検視の詳細を発表した。それによると死因は痛み止めであるフェンタニルとアルプラゾラムのオーバードースによる事故死である。 血液検査では、大麻、コカイン、ペインキラー、トラマドールの陽性反応が出た。尿検査では、複数の強力なオピオイドである、ヒドロコドン、ヒドロモルフォン、オキシコドン、オキシモルフォンの反応を見せた。アルコールは検出されなかった。死に至るまでの一連のインスタグラム投稿でアールは、白ビ瓶、マジックマッシュルームそして大麻を摂取したと主張した。もう一つは、 名前のわからない錠剤を口に落として、飲み込み処方されたを振っていた。そのビデオの前には、ザナックスの錠剤を6つ摂取したと主張した。その後の投稿のキャプションには、ウェン、アイダイ、ULLLove Me とあった。彼の死の翌日の警察発表では、R はコンサートの前、午後5時45分頃昼寝をしていた。彼のマネージャーは二度 R の状況を確認したが、 その時は寝ていて息もしていたが、目は覚まさなかった。しかし三度目の確認をした時には、R は反応せず息もしていなかった。マネージャーは医者の到着前に心肺蘇生を行ったが、その時にはすでに R は死んでいた。ディプロ、ピート・ウェンツ、ベラ・ソーン、サム・スミス、マーク・ロンソン、ディル・トラシーといった数多くの音楽業界のアーティストたちが彼の死を追悼した。 2017年11月22日、ニューヨークタイムズの音楽評論家、ジョン・カラマニカは、ピープに関する、ポッドキャストを配信して、死を追悼した。グッド・シャーロットは、リル・ピープの死を追悼して、オー・フル・シングスのカバーを彼の育った、故郷、ロングビーチで披露した。スリー・デイズ・グレースは、リル・ピープの死を追悼して、インスタグラムとツイッターアカウントに、ピープの曲である。 ウィッチブレイズフィーチャリングリル・トラシーのリミックスビデオを投稿した。リミックス曲のビートはスリーデイズ、グレースのザリアルユーのインストルメンタルをスローダウンさせたものだった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。